今日フィジカルトレーニングをやらせていただいて、この年代でフィジカルトレーニングをやる目的としてはやはりトップに行った時に上に行けば行くほどレベルが上がれば上がるほどフィジカル的な要素というのは非常に求められる現代のサッカーの特徴になっています。ですのでそれをですね上の年代に行ってから取り組むんではなくてこの下の年代から日々習慣的に取り組むことによって上に行った時にできるだけ高いレベルでサッカーができるようになるんではないかというふうに考えて今日皆さんにトレーニングを受けてもらいました。これをですね1回で終わるんではなくて3ヶ月半年1年5年という長いスパンでトレーニングを継続して上のレベルで1人でも多くの選手が楽しいサッカー人生を送ってもらえたらなというふうに考えます。